芝浦工業大学柏中学高等学校は、千葉県柏市真代に所在し、中高一貫教育を提供する男女教学の私立中学校、高等学校。高等学校において、中学校から入学した内部進学の生徒と高等学校から入学した外部進学の生徒との間においては、第2学年から混合して、クラスを編成する併設型中高一貫校。 芝浦工業大学の併設校、高等学校の外部募集を併施している。通称には芝浦菓子は、芝浦工大菓子は、芝菓子はなどがある。校長は野村春次。見学の精神は創造性の開発と個性の発揮である。教育方針は次の5つを掲げている。創造性の教育、主体性の教育、生きる力の教育、感性の教育、 健康と安全の教育芝浦工業、大学柏中学高校は、大学付属校でありながら大学受験教育に力を入れている。理工系大学の付属校という特色を活かして、すべての生徒たちがグローバルサイエンス力を身につけることを目標にし、広大連携教育の一つとして、生徒の研究所見学がある。英語や数学では、修塾度別授業を行い、 補修授業などを用意しながら生徒たちの高い学力の向上を図っている。高校3年時には、東大をはじめとする最難関国公立大を目指すクラス、国公立大、難関私大などを目指すクラスを用意して、生徒たちの志望大学の合格を目指している。2020年には、東大に2人、京大に1人、東高大に5人、早稲田大学に29人、慶応大学に8人、 東京理科大学に48人、その他、海外の大学に多数の合格者を出すなど、大学の合格実績に大きな効果を上げている。芝浦工業大学柏中学高校は、学校の敷地面積が52,738平方メートルほどの広さがあり、教育環境に恵まれている。そのため、中学高校の多くの生徒たちは部活動に所属して、 活動している。付属中学3年生は、後期以降募集がある高校の部活動に仮入部でき、仮入部した生徒は、下校時間が延長される。また、一部の部活動では、高校3年生の活動が制限されている。芝浦芝におけるクラブ活動には、部活動の他に、サークル活動が存在する。サークル活動は、中学では5名以上のメンバーを集めて活動場所を、 確保した上で、専属の顧問をつけ、生徒会担当にその旨文書で申請する。その内容は、生徒会及び職員会議において議論され、賛成多数で可決された場合、校長の許可をもって、サークルの成立となる。高校の場合には、同じく5名以上のメンバーを集め、活動場所を確保し、専属の顧問をつけた上で、クラブ連合会にその旨文書で申請する。 その内容は、クラブ連合会において議論され、賛成多数で可決された場合、校長の許可をもって、サークルの成立となる。またサークル活動については、学校からの活動費の支給などはないが、1年以上の継続的活動をもって、サークルから部への昇格を申請することができる。効果は、毎日が喜びという曲名で、歌詞には、学校周辺の様子が綴られている。 作詞、作曲は、小倉慶。千葉県所属中学高度表教育開発オンライン。2018年8月14日閲覧。芝浦工業大学柏高校の学校情報。高校受験パスナビのワンポイント情報の冒頭には、内部進学生とは2年次から、混合クラスになる。と記載されている。ありがとうございます。